暗記をね得意になろうと思っててでダメっすよって単語にもう一回触れたらそれ負けなんですよ。それだって時間の無駄じゃない。あのセンター試験レベルで得意不得意を言うなと。あぜ道ポーズ。ハローデー、始まりました、モチチャンネルです。今回はですね、またもう大人気もうスター、ほんとね、こう人を持ち上げてね喋らせようとするんだよね。いやいやいや、なんで、いや、ほんと喋ってくれるなって。他のチャンネルでそんな喋ってるかなけど、結構ね、コラボしてる方多いっていうか ね、 多分コラボ数っていうか、こう、他力本願レベルでいったらかなりのハイレベルですよね。そうです、もうね、もうぶら下がってようとね自分喋らずね、チャンネルの人気を上げようと。チャンネルのテーマなんかディペンデンスとかにしようかなと思って。依存依存依存。細井先生のですね、著書不合格の受験戦略勉強法っていうのが出ていますので、よろしくお願いします。ぜひぜひ、ね、また細井先生のチャンネルもですね、貼ってありますので、ぜひお願いします。武田塾とやって。ああ、そうですね、武田塾さんね、高田さんね。そう高田じゃない、高田じゃない、高田さん面白かったですね。2人ともうちのチャンネルではめっちゃ喋るのにお互い牽制しやってる感がやっぱみんなほらね、戦ってる方が好きじゃないですか、どっちかっていうと。そうやっぱ叩き合ってるとかね。いや、高田さんにだって撮影終わった後言われましたもんね、うん、いやー、やっぱ細井先生切り返しがきついっすよとか言ってなんかもうめちゃくちゃなんか緊張してたじゃないですか高田さんが。暗記についてですね、はいはいはい、聞いていきたいんですけど、うん、やっぱ暗記が苦手って人多いじゃないですか、うん、その暗記のコツみたいなのをちょっと聞いてみたいなと思うんですけど。そうですね、まあその基本的に暗記ってみんな苦手なんですよ、はい、多分その前提をねみんな履き違えちゃってるかなって思ってるとこあって、あの暗記が得意な人って多分まあ 10% ぐらいじゃないですか、10人中1人ぐらいじゃないですかね、うん、暗記なんてまずクソだるいし、はい、だって全然覚えられなくないですかあんなのね、うん、そうですね。いや、もう医学部入ってからもう暗記の嵐なんですけど、もうちっとも覚えられないですよね。へえ、僕なんて暗記全然苦手ですし、暗記力がいいと思ったこともないですし、たまにねこうなんかもう見たら一瞬で覚えるっていう人が、はい、もう本当にねいるんですよ、まあ、僕の同級生千葉大学部にもいて、はいはい、本当にねテキストパラって見てね、そうしたら本当覚えちゃうんですよ。へえ、だからそういう人っていうのはもう本当に異質であって、うん、てかそういう人が暗記が得意っていうのであって、 それ以外多分苦手じゃないですか普通は。そうですよ、暗記が暗記術とかね、暗記なんとかっていうのはそんな、いや、ないでしょ。そういう人たちにはもう疑心暗記って言ってください。なんで2人とも後ろ向いたのかよく分かんない。本当に喋らせるとろくなこと言わねえし全然喋んねえしさ。じゃあ森哲先生暗記どうなんですか。まあ得意な方でしたけど、ね、得意なんですか。得意な方でしたけど、ね、今もなんか覚えてもらおうかな。好きなことは覚えられるけど嫌いなものは大変でしたよね。そうだから暗記をさ、やっぱりその苦手って思ってる人はもうみんな苦手なんだけども、その中で要は みんな苦手だってことのを踏まえた上で勝負をしなきゃいけないわけで、うん、暗記をね得意になろうと思って絶対ダメっすよ。無理慣れるわけないし、うん、だから結局暗記は苦手だって言ってる人の特徴っていうのはまず暗記のトレーニングが少ない。おお、はい、そういうことなんですよ単純にね。例えば、もう簡単な話、腕立て伏せが苦手って言ってるのと一緒なんですよ。ほうほうほう、もう毎日30回やってみてくださいと。辛くてももう日課だと思ってね、毎日30回やりなさいと。そしたらね、誰でも30回できるようになるんですよ、うん、本当に。腕立て伏せですから高田がね、もう懸垂でも逆上がりでも何でもいいんですけども、毎日毎日やれば必ず体っていうのはそこに、まあ、感覚だったりとか、動きがね慣れてくるもんなんですよ。でその慣れが要は結果的に得意ってものにつながるのであって、最初からできるって人は本当にね限られた数パーセントの人なんですよ。なるほどなるほど。だから暗記が苦手って言ってる人はまずはその地道なトレーニングを怠るなっていうことを言いたいですよね。で自分も、高2まで全く勉強してなかったんで、マジで暗記とか無理で本当に何にも覚えられないし全部忘れるし地方症かなみたいないやマジやばい、本当にもうどこ鍵置いたレベルで思い出せないんですよ。だけども単語帳もね、まあ辛いけども頑張ってもう書いて喋ってね、そして聞いて
で、要は五感を使うっていうのはもう本当にテクニカルな話で本にも書いてますけども、これは基本です。絶対ね、やった方がいいに決まってます。見ただけでね、暗記できる人はもうそういう人暗記得意なんで、もういいです、ほっときます。で、見ただけで覚えられないなと思ったら、あの全感覚を使って覚えるべきなんですね。で、それをやっても覚えられないです、最初は。けれどもやっぱり2週目3週目4週目ってなったら、もう一回頭に無理やりでも一瞬しまい込んだ情報なんで、これは既存情報になるわけですね、うん、フォルダーなんですよ。結局フォルダーへのアプローチ方式なんですね、記憶っていうのは。結局そこから思い出すための道筋が要は輪立ちのようにできていくわけです。つまりこうね、雑草の中をかき分けて道を作っていくようなイメージなんですね。だからまだね、こう雑草がぼうぼうに生えてる状態だと、もうどこにそのフォルダがあるのかわからないから、いろんな方向に行ってしまって正しい記憶を引っ張り出せないんですけども、何回もそのフォルダと自分の頭の中を行き来してると、ここにね、やっぱりあぜ道フォーってのができるわけですよ。急に急に、いやー、牛島くん見てるかみんな。あぜ道フォー、やばいやばい。そう、あぜ道ができてくると、要するにそこまでの道が非常に平易な道になるわけですよ、ね、なるほど、それはいいですね。だからまずはそこを怠るなよってことなんですね。何回も繰り返すことによって、その雑草だらけだったところが道に変わるという。そうなんです。で、ポイントはもう一つ大事なことがあって、ほうほうほう、大学受験って例えばメンサとかね、 IQ テストとかそういうもんじゃないので、うんね、新しいことって出ないんですよ、うんうん、分かります、うんうん、だって高校の指導要領内からしか出ないじゃないですか。つまり分量決まってんですよ、うんうん、だから新しいことって必要ないんで、繰り返したもん勝ちなんですよ。なるほど。そうです。例えば新しい暗記内容がどんどん出てくるのであれば、それは非常にこの自分の元々のポテンシャルの暗記力ってものが効いてきちゃうんですけれども、受験に関しては問題集を繰り返せるので、うん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 、新しい単語1万語覚えろって言われるのと、2500を4周するのってやってる単語数一緒ですけど全然違いません。ほうほうほう。だから英検1級レベルまでの単語とか、例えば漢検1級とか、あのクソマニアックな漢字を覚えろって言われてるわけじゃないわけじゃないですか。だから繰り返せるんですよね、限られた範囲の中。そうなんです。だからその限られた範囲の中だからこそ、どれだけあぜ道フォーしたかどうかの問題になってくるわけですよ。でも知らない人は HG やってると思うんですよ。自分が今歩ってるところが雑草だから辛いのか、それともね、それがだんだん道ができてきてるのかっていうのをよく判断して、得て増えてってものを判断しないと、何でも苦手とか得不得意って言えば言い訳してるだけなんですよ、みんな。例えばセンター試験レベルのものがね、センター試験で例えば8割しか取れない、ね、数学が、だから僕は数学は苦手ですって言ったとする、うんうん、しますよね。そしたらね、イカシカの先生が言ってたんですね、あのセンター試験レベルで得意不得意を言うなと。なるほど、はい、そんなあんなもんで得て増えては判断できないと、うん、誰でもできるもんなんだと。ほう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 。英語も全く一緒です。センター試験でセンスなんか測れないですよ、うん、やってないだけじゃんって、ねね、やってって、まあ例えばね、満点取るっていうのはそれは難しいかもしれないですけども、9割ね、180点取りたいと思って取れない、俺は英語は苦手なんだウェーみたいなことを言ってる前にお前なっつって、あの冷静になれ、あの世の中の人みんなね、やれば取れてる、うん、ね、やってないだけだぞと。なるほどなるほど。言いたいわけですね。優先順位つけるみたいな、なんかね、面白かったと思いますけど、不得意だからじゃあただただやればいいのかっていうところなんですけど、うん、ここは今度は効率ってものが関わってくるわけです、ね、だから不得意からみんなやれば得意になれるんだけども、この得意になるまでの期間をどんだけ圧縮できるかっていうところは一つポイントになってきますよね、うん、次は時間とか質の問題になってくるわけです、うん、だからじゃあそのフェーズでどうするかっていうと、さっきも言った通り繰り返さなきゃいけないんですよ。で、例えばじゃあ単語、じゃあ2000個ね、覚えなきゃいけないとなった時に、これをどう早く覚えられるかって考えた時に、当たり前だけど知ってるものをもう一回やったらそれロスですよね、うんうんうん、ね、だから覚えてる単語にもう一回触れたらそれ負けなんですよ。それだって時間の無駄じゃないですか。その通りですね。そうです。だから
バツをちゃんとつけろよって言ってるんですよ、うんうん、バツをつけないと要は自分のこうやってねロートを絞っていくように勉強しなさいって僕は言うんですね、うん、2000語単語がありました。最初はそのうち1800個分からなかった。で2週目はそれが1500個になった。で3週目はそれが1200個になったっていうのを僕らは繰り返してるだけなんですよ。なるほど。これバツは覚えたやつにバツ、僕は覚えてないやつにバツ、覚えてないやつにバツ、そうです。だからバツも全部何が大事かというと綺麗につけることなんですよ。みんなねチェックにしたいとかバツにしたいとかね、なんかはたまた丸をつけてできなかった問題を示したいとかね、要は形が決まってないっていうのはこれ最悪なんですね。そうですね、はい、あのね視覚的にそして体系的に分かりやすいってことが大事なんですよ。なるほど。誰が見ても直感的にこの単語がこの子はできないっていうのが分かる必要があるんですね。これはすごく言ってんですよ、はい、僕もそうやって勉強してきたんですけど、はい、教える側になって全然やってないんだなってことで、いや、やってないですよみんな。あのね、好き放題やってんですよ、はいはいはい、あのね、もう自分ルールだからチェックつけるときとチェックつけないときがあったりとか、はいはいはい、これがね、もったいない。あのどうせ罰をつけるんだったらはルールを決めないと。なるほど。最も効率よくなるようなルールを、ルールを決めて、でどん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 やっぱそう数を減らす、もうね、いらないものを覚え、まあ、何周したって意味ないですよね。いやそうなんですよ。でもねやってる人いるんですよいくらでも。いますか。いや何頭を使わなきゃいけないよね。いやいいこと聞きましたね。そうです、ロートのように、ね、そうです。僕はだからそういうロート G のようにひどいなこのおっさん。いや今日なんかもう超ノリノリだからもう出せ全然出せないやって思って。いやだってさ間入れないやつ、自分の本のこと喋れってそんな喋れるに決まってんじゃん。もう疑心暗鬼とロート G でも精一杯だなって思って、もうこれしかいけないなって思って。いや Sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.